水せずは中国に伝わる死人書、東大の李順風と炎天候によるものとされる。歴代はいずれもこのような不吉な書物を現金したため、この本はルフの過程でまた絶えず改ざんされ、基地の歴史を不吉な予言の地に変えて比べようとしたので、その本来の姿はすでに薄くなりました。現存する水せずには6つの異なるバージョンがあり、 内容はそれぞれ違っており、互いに衝突している。伝説では、東大層の李世民が、大東国雲を推計するために、李順プと円天皇を編纂するよう命じたそうです。液教学、天文学、詩詩、なぞなぞ、絵が融合した。推図は、中国と世界の歴史を構築しました。平成時代、共和時代、大道時代という歴史観に基づいて、 定型的に発展した理論体系です。推説には60像があり、各像は絵とを除合として主に内容しています。一つの理像、一つの画像、一つの予言と、小曰く立志の一つ、全部で4つの部分です。東朝の期から明朝の日まで2000年近くかかりました。社会とも共和国の世界大道まで、 間もなく重大な社会歴史事件が発生すると予言しました。中国予言7種1915年、上海中華諸局文明諸局発行中国の7、大予言書の一つとされている。書は、実感十二子の六十の絵とで象徴した六十、像からなる。各像には、駅の毛や、図や歌があり、そこから内容を読み解いていく。 水せずは少なくとも6つのバージョンがあります。1、災賀名社本、台湾中央研究院像2、民礼本、台湾中央図書館像3、民礼本、シカゴ大学像4、新書の藩士8キロ小本を、新末石印本、シカゴ大学像。6、流行本は1860年に、延命園を焼いた時に、延命園から流出したと言われていますが、 ネットに流れているのはこのバージョンが多いです。しかし、このバージョンは、どの図書館や学術機構の所蔵もありません。外国語訳本の推薦図のバージョンが多く、内文は統一されておらず、各方面の見解が異なっています。以下は、12例だけ挙げます。推薦第2像、21ただ、理財、上、一理一定、第5ただ、理没定的助行部、点、 水世代三十九像、一ただ単在石山上、太市在三客から出量、正さ正規。ありがとうございます。